華やかな魅力を放つマミコ夫人大谷翔平の絶好調の裏で、大谷翔平の5月のハイライト、米大リーグのドジャースで活躍する大谷翔平選手は5月の試合をすべて終えました。彼は今月すでに14本の本塁打を放ち、そのプレーはもちろんのこと、グラウンド内外でも多くの話題を提供しました。特に5月2日、日本時間3日に行われた球団イベントでの彼の一挙一動や、共に登場したマミコ夫人に大きな注目が集まりました。日に日に増えていく大谷翔平夫妻推しの現状が伺えます。ブルーダイヤモンド柄チャリティーイベント。5月2日、ドジャーススタジアムで開催されたチャリティーイベント、ブルーダイヤモンド柄に、大谷翔平選手は今年結婚を発表したマミコ夫人を伴って出席しました。黒で統一されたコーディネートで、二人の左手薬指にはお揃いの指輪が輝きました。特に注目を集めたのは、ドジャース選手の妻たちが運営する、ドジャースワイブズの公式インスタグラムでの集合写真です。この集合写真には、元バスケットボール選手としての長身で際立つスタイルのマミコ夫人が写っており、ファンからは、マミコさん、とってもお上品、他の夫人たちも美しいが、マミコさんの美しさは際立っている、といった声が寄せられました。この写真は通常の10倍以上となる2万1000兆のいいねを獲得し、大きな反響を呼びました。国民的カップルとしての注目度。今年結婚を発表した大谷翔平選手とマミコ夫人は、ますます国民的カップルとしての地位を確立しています。マミコ夫人が着用するドレスやバッグも話題になり、ドジャーススタジアムでの観戦姿もたびたび目撃されています。今後も、大谷翔平選手の二刀流のプレーとともに、夫妻の動向に注目が集まることでしょう。ファンの声とその反響。ファンの声には様々な意見があります。マミコさんの控えめなファッションが素敵、もっと華やかなスタイルも見てみたい、といった好意的な声がある一方で、過剰な報道はどうかと思う、プライベートをそっとしておいてほしい、といった批判的な意見も見受けられます。また、一部のファンはマミコ夫人の上品さや美しさを称賛しつつも彼女が本当に上品なのか、メディアが作り上げたイメージではないかと疑問を呈しています。それでも、大谷翔平選手とマミコ夫人のカップルは多くのファンにとって理想の存在であり、彼らの幸せを願う声が圧倒的です。まとめ、大谷翔平選手の5月の絶好調なプレーとともに、マミコ夫人の魅力も多くのファンに注目されています。国民的カップルとしての彼らの動向は、今後も多くの人々を引きつけ続けるでしょう。華やかなイベントでの姿や、SNS での反響を通じて彼らの影響力がますます強まっていることが伺えます。